この中だと多分シンガライトを一番手に挙げたと思うんですけど、これだけいて1頭しか申し込めないので、うん、せっかくだからさ、みんなで挙げたこの馬の中からどれか1頭選ぶのはどうかななんて思うんですけど。なるほど。お金が払えなくなったらダメです。そんなに買っちゃダメです。小町です。節約してね、高い馬買うのはいいんですけど、払えないとダメですからね。頑張って節約します。近藤明です。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。金橋和也です。まあそういうわけでね、このチャンネルは、あ、終わったのね。俺は言わなくていいやつだ、言わしてよ。言わなくていいやつだっつって流れていくのがいつもの俺だ。あ、そう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 。ここだと思えた今。俺にも言わせろ。はい、何かの文脈で、節約するチャンネルです。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はキャロットのキャンセル募集、はい、まずやってるよ。キャンセル募集をしているので、まあその対象馬をざっと見ていったりとか、はい、あとさ、先週ね、出資してる馬とかそういう注目してた馬とかはバッて一覧にまとめてで話すやつやろうと思ったけど断念したって言ってたじゃないですか。はい、言ってた言ってた、うん、まとめられなかった。そう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 、はい、ちょっとだけまとめたんで、キャロットのやつとかね、謝罪サンデーとまとめたので、はい、それをちょっと見ながらね話したいなと、はい、のんびり話したいなというふうに、思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、画面を見ながら話していきましょう。声大事、声大事。というわけで、はい、はい、こちら2019さん出資&注目馬たちということでやったじゃないですか。はい何をあの募集時期にね、そうです、それぞれがピックアップしてこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないか、そう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 っていうのをやって、これが、ここにありますけど謝罪サンデーと、まずキャロット、ここであのだんだん増やしていこうと思うんですけど、はい、シルクがあったりとか、うん、その他もろもろ他のクラブごとにちょっといろいろやったもんね。金なしファンド、金なしファンド、なんとかチームとかいろいろ白チームとかやったんで、そういうやつもちょっと全部出して、はいはいはい、どうなるかっていうのを追っかけていきたいなと思ってて、これを一覧にまとめて、これ自分たちにとってもいいですもんね。そう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 、そうなんですよ。いや、そうなんやって、なんやってで、これがキャロットなんだけど、これがまあ一番上、このステータスっていうのが、どういう状態か、はいはい、そうだよね、ステータスだから出資している、実際に出資しているのがこの4頭ですよ、はい、僕が出資してるの、はい、で、あとはそのこの申し込みって書いてあるのが、申し込みはしたんだけど外れちゃった馬だね、うんうん、で、アキラっていうのが、アキラがいいよって言ってた、はい、注目馬、はい、で、アキラ申し込みっていうのがアキラが申し込んだわけではないですね。アキラ&申し込み、僕が申し込んだやつね、はい、っていうところで名前も決まってきてるんですけど、なんか覚えてる？こんなに。で、これ金橋さん、この時のさ動画振り返ってみたんだけど、うん、なかったんだよね、うん、俺いた？いや、いた最初からいるよかった、気づかないうちに撮られてんのかと思った、うん、あ、動画がね、うん、それはね、大丈夫、休んだ時と金橋した時しか撮らないから。覚えてる？なんか、アキラさん、これからそうですね、この中だと多分シンハライトを一番手に挙げたと思うんですけど、シンハライトが一番馬体は良かったなっていう、金亀とシンハライト、はい、ただなんか金額的にもやっぱ高いので、アルジュナって名前になりましたね、うん、アルジュナどうですか、アルジュナクラシックアルジュナってですね、そうで1億円だもんね、ちょっと高いんですよね、高いな。でもちょっと順番は今すぐにパッと出ないですけど、うん、個人的にはファイナルディシジョンのファイナルアンサー、ファイナルアンサーって名前になったんだね、この子、うん、4番ね、覚えてますよ、4番、はい、手塚厩舎のクリゲの、そうで、小町さんとなんか意見が一致したね、そうだね、はい、はい、7.5 万円で、これ確かさ、ゼウスさんもこの子がいいとか言ってたんだよね、うん、そうですね、うん、はい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 、そう、アキラと申し込みになってもねで、これちなみにこの赤い子がね、赤い色ついてる子がキャンセル募集対象馬なんですよ、はい、ちょっとキャンセル募集のね、画面をちょっと見ていきたい、見て話したい、そうですよね、キャンセル募集の、これあんまりいくとね、俺の名前が出てくる、あー絶対わざとだキャンセル募集の話、キャンセル募集の対象馬がたくさんいるんですけど、はい、なので3月25日から26日の2日間申し込めて、
で、申し込みフォームから、フォームから申し込めますよっていう話と、あとは、1回につき1等限定なんですよね。あ、1等限定、1等限定で、その代わり口数に制限はございませんということで申し込みが、できますの で、うん、でせっかくだから1等申し込んじゃおうかなというふうに思ってるわけです。ってことはだから、ヒルダスパッションとティストレメンダスは一緒に申し込もうっていうことはできない、ね、そうそうそう、できないです。この中から1等選んでどれかに申し込める、うん、そうだから、これでもさ見て、これ皆さん分かります、こんなにいるんですよ。すごいすごい手だね。しかも一口とかじゃなくて8とか9とか、そうです、サミター8口とか、そうだよね、開花予想は11口だろう。あ、11じゃん。あ、でも一口馬主の口数はそうやって読むのかな。いや、わかんないけど、ささやき狼方式で。で、ちなみにさ、これだけいて1頭しか申し込めないので、うん、そうだから、まあどうしようかなっていうふうに思ったんだけど、せっかくだからさ、あの時にね、こうみんなであげたこの馬の中からどれか1頭選ぶのはどうかななんて思うんですけど、アキラと俺が被ってで、キャンセル募集のされているという69番のベルディーバの19、名前が決まっててベルシャンテになったチチルーラシップ、そして母チがアキラさんの大好きな大和メジャーっていうことですよ、はい、いや、いい体してるんでちょっと騙されちゃうんですね、うん、いつも大和メジャー。そうか、唯一なんですね、うん、ファイナルアンサーは残念。ファイナルアンサー、そう、対象じゃないので、うん、ベルシャンテだから、まあせっかくだからこの子にね、いろいろ、まあ僕欲しかった子いますけど、シェルズレイとかね、すごい本当は欲しかったんですけどね、でもあの、いわくつきのキムテツ厩舎だし、あ、本当だ、うん、アルドゥエンナ、うんうん、この前動画でやった、そう、母父シンクリ、うん、ロザリンド、お、ロザリンドは、わかるか、ロザリンド、わかるな、シーザリオ、おお、カレッさすが、最近のやつだったから良かったね。大人気のさ、シルクに来てた、はい、ここでね、キャロットに戻ってきたよっていう話で、うん、この間ゼウスさんもさ、またロザリンドの20キャロにちゃんと来いよっていうコメントしてくれてましたけど、そうね、うん、全く同じパターンだよ。ビートザウィングスとな、スクイニーシンクリビートザウィングスとなっていうやつですね。オーソリティの妹ですかね。そうそうそう、これオーソリティの、あれ、オーソリティは申し込んでないのか。オーソリティは申し込んでない。あれ、何に申し込んだんだっけね。ジュリオ、あ、そうだそうだ、あ、ジュリオじゃない、そうそうそう、ハリマオさんのジュリオ、お父ちゃんがリオンディズ、そう、リオンディズ、はいはい、そう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 、っていうのとかね。でもね、ただね、シェルズレイのね、子はね、名前がね、なんかアイフルみたいな名前になっちゃったんね。そうですね、レイクなのかアイフルそうなんですよ確かに、はい、だからちょっと敬遠させていただこうかなということでうん、やっぱベルシャンテで、ベルシャンテに申し込もうかなというふうに思っていますので、皆さんぜひベルシャンテは避けていただきたく、よろしくお願い申し上げますっていう感じ。これキャロットね。ちなみにベルシャンテは何口なんですか、余ってる。ベルシャンテを、ちょいと見ると5口くらい余ってた気がするけどな。名前なんだっけな、そっか、お母さんの名前か、そう、お母さんの名前でいかないと。ベルディーバだ、ベルディーバ、69番、69番ベルディーバ1だ、1だぞ。これちょっと考えもんですか。考えもんだね。シェルズレイだと5口なんだね。そうか、あ、やっぱレイク、アイフル、レイフルだろう。レイフルだろうってやつね。個人的に今ならレイクかなと思います。まあまあまあ。そうですね。でも本当に一人一頭だけなんでね。そう。いやー、じゃあそうするともうレイフルにしちゃうかな。申し込みは計画的にやらないとダメですね。うまいことを言うとんですか。まあでもきっと愛はあると思うんでね。おお。愛はつかないけどね。愛はあるんか。コーンの、いや、レイです、レイです。あ、でも愛つかないですよ、レイですそう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 、ささやき狼方式でやっておりますからねあ、まあでも5口だからやっぱレイフルに、レイはあるんかにしようかなそれは愛です。あ、そっかいや、そうですね、一口だとちょっとなんか、そうね、せっかくかぶったからベルシャンテもあれなんですけどね、これ人気状況とかわかんないもんね、申し込んでみないのね。まあまあまあ、レイフル、まあでもキムラ厩舎でちょっと避けられる感じもあるかもしれないし。ああ、そうね。皆様は何に申し込まれるでしょうか。はい、ということで、まあこの、表を見ながら
いろいろここに足していったりとか、はい、うん、なんかクラスデビューした時にその勝率がどうのとかね、そういうのも足していってもいいかもしれないですね、うん、はい、っていうふうに思っております。はい、はいはい、そして、社内サンデーもこんな感じで、あ、ここでは金梨さんが登場してます、ね、そう、金梨さん登場するんですよ、ここに。この時はちゃんと言ってたんですね、はい、あのちゃんと金梨レーティングを金例出してた、ちゃんとで、あのシルクと見立てたら、うん、10万しか出せないんで5000万円以上分は買えませんって言って、ちゃんと律儀にね、この自分が買える金額で出してたよ一番高い馬なんだね。そう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 これはね、ミス A にね、覚えてる、聞いたことあるゴールデンドッグ8ね、はい、この辺ゴールデンドッグ8でもさ、なんかいいよね。これディープじゃなかったっけ、うん、ディープだよね、はい、ディープの子で堀級者でかなり良さそうみたいな話をしてて、でも一番いいのは2人ともあのコマンドラインだね、はい、近藤コマンド、近藤コマンド1億4000万ね、350万ね、手が出るんですねはい、はい、でまあこの前ちょっと注目したいですよね、すごい高い馬だからね、はい、はい、で、あの僕の出資馬はシャンドマルス、エロゲートの子供、はい、エロゲートですね。これ惜しいんですよ、わかる、この生年月日4月20日っていうのが、4月20日生年月日で、なんだろう、あと1日ずれてたらこれ東海帝王と同じなんですよね。あ、ね、東海帝王って生まれ遅いんですね。そうなんやって下手くそかっていうところで、一応ビコーラにこう、目指すヒアシンステークスというのを記載させていただいて、これが、ね、できなければ謝罪会見がしっかり行われるということですね、はい、余計なことを書いてはい、はい、で、アキラさんのさ、このアキラバーたちのこのフレンチバレリーナのね、はい、19、覚えてる、俺が昔出資してたマメール・ロアちゃんのね、はい、妹になるんですね、はい、これを作ってて気づきました俺、この子の上に出資してたキャロットでみたいな、はい、そういう意味の振り返り大事ですね。そう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 、大事ですね、はい、こんな感じであの追っかけていきたいなというふうに思っておりますので、で、まあまあ、どういう、理由でこの子たちを選んだのかなみたいなことはね、あの過去の動画でやってますので、はい、アキラさん、どの動画だっけ、ちょっ画面収録なのにもしもし、もしもし、お母さんそれも画面収録だ、あ、そうだ、そうだということで、あとは、シルクもそうだし、他のクラブですね、いろいろちょっと作って、またゆるく語るコーナーやっていきたいと思いますので、はいはい、今後ともぜひ僕たちのチャンネルにご注目ください。お願いします。高評価とチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。というわけで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今日も金梨しそうで危なかったんですよいや、俺も今日金梨しそうです俺なんか今日子供がスキー合宿だから6時前からここにいるからね朝のおじさんの朝早いですよ。金梨してる場合じゃないんだよ。いや、これからはね、早めに起きて小町するしかないですよね。そういうことですね。ああ、小町するっていいですね、うん。